2019年芋禁止のやつがタピオカドリンク飲んでるドッキリー。どうも名称のハルキです。はい、というわけでまあ、とある動画から僕たちのせ以外ですね、今年中芋が禁止になってしまったんですけれども、まあ、当然マックのポテトとか禁止なんですね。今大流行りしているタピオカドリンクのタピオカ、これはキャッサバっていう種類の芋の根のでんぷん成分から作られているんですけれども、まあ当然芋の成分ですので禁止となっているわけですね。この前ヴィレッジヴァンガードに行った時にこんなものを見つけました。タピオカミルクティーグミっていうものをね、発見したんですけど、キャッサバの成分が入ってるんでしょって思ったらですね、この原材料名のところにないんですよ。他にもコンビニとかに売ってるタピオカミルクティーグミあるんですけど、それはなんかね、タピオカ芋でんぷんって書いてあって、芋っていうワードが入ってるんですけど、これタピオカでんぷんつって芋っていう単語入ってないので、まあ食ってもいいんじゃないかなと。まあ当然ね、プライベートでは食いませんよ。動画にするんだったら芋入ってなさそうだしいいんじゃないかなと思ってやってきました。でこれとインスタントタピオカドリンクっていうのが売っていたんですよ。これ買えば家でタピオカミルクティーは飲めるよみたいなやつなんですけど、これのタピオカの代わりにこのタピオカミルクティーグミを中に入れることによって疑似タピオカミルクティーを作るんですよ。これをメンバーがね、朝集合するときにこの部屋で一人で飲んでいたら、メンバーそれぞれどういう反応をするのかというドッキリでございます。まあ半分検証ですね。というわけで今回は2019年タピオカ禁止されてるやつがタピオカドリンクを飲んでいるドッキリです。やっていきましょう。はい、というわけでタピオカ飲んじゃってるドッキリの下準備ということで、タピオカミルクティーが簡単に作れるっていうケースもついてくる便利グッズと、タピオカミルクティー風グミ、こちらを組み合わせていこうと思います。はい、こちら乾燥黒タピオカはこれ使いませんので、家の寄付しときます。いい感じですね。うわ、めっちゃミルクティッシュする。はい、あー氷入れる前にタピオカでした。まあ変わんないっしょ。見た目こんな感じですね。食べてみますね。うん、ミルクティー味のグミです。タピオカではない。全部入れていいよね。偽タピオカミルクティー完成しました。やばい、このクオリティはマジでタピオカミルクティー。いきましょう。10時29分ということなんですけど、今ちょっとのせが連絡取れないんだけど寝てるかなというね。カイトとモッチはね、時間通りに来ると思うので、ここら辺でねタピオカ飲んでればいいかなって思いやーす。モッチがついたようなんで、ちょっと扉開けてすぐタピオカ飲みたいと思います。どういうやつ？タピオカ。こんなの飲んでる。風じゃなくて。え？タピオカ風じゃなくて。飲んでる。いやいやいや。まあでも別にさ、バレないじゃん。バレてるやん。もう目の前で。もう内輪ではバレてるけどさ。うん。いやー、そうあかんくない？それは。よくないだろう。いや別になんかバレるとかよりもなんかあれじゃね、信頼じゃね、その信頼の方が大事じゃね、普通にこれからのシンプルに。ということでした。もちくんの反応は人の信頼じゃねでした。臭いやんな。流すんじゃん。ほぼこうだよ。ほぼこうと。なんだお前、タピオカに代わるなんかそれっぽいやつを見つけたのか。うん、タピオカ。え、やばくない？金で解決しやがった。はって。あれがなんかあるじゃん、そのルールが。1万払ったらっていう。金で解決しやがったぞこいつ。ダメですって言われたからさ、我慢してんのにさ。俺もその時はダメですって思ってたんだよ。ダメですなんだよ。いいじゃん。ダメなんだよ。俺の我慢が何だったんだよ。プライベートだよ。プライベートやんないのシャバいって言ったのこいつじゃんね。だったらね、あれなんだよ、プライベートでの罰ゲームをしなければいいの。動画内で毎回何かをする系の罰ゲームにすればいい。はい、ということでカイトくんも、いやお前知ってた？言ったからにはプライベートでもちゃんとやんなきゃシャバいっしょっていう意見でした。ちゃんとしてました。
おい、お前も知ってたのか。あられちゃん、あられちゃん、申し訳ございません。あ、そのあれじゃん。あれはあれです、ナッパ村のやつです。ナッパ村って言うんだ。いいな、俺も欲しいんだけど。買った買った。あ、普通に買ったんだ。ナッパ村のやつあれだよ、友達がさ、村の立ち上げる。あなんかオンラインストアさ、半数しかなくなかった。あんなお前立ってんの。いや申し訳なくて、座れない。座れ。申し訳なくて、ほらカメラを。自分でそんな積極的にやるタイプだった。急にそれを取るから。何で、それでそのマウントを。こらこらこら撮ってたろ。こらこらなんすかなんすか。これを見て何も思わないんか。え、何タピオカ飲んどんだよ。うん。タピオカは芋だからダメって話だったんだよ。うわ、そうじゃん。大変なんだよ。めちゃめちゃそうじゃん。